恐怖の宇宙細菌。ある日突然眠りを覚まし、地球を襲う神秘の影に、誰かが向かって行かねばならぬ不思議の謎を解かねばならぬ。地球が大ピンチ、地球を守るのだ。ファイヤーファイヤーファイヤー、スティック手に持って、これこれ燃えろマグマのファイヤーマン。宇宙開発センターはジャコビル流星群を観測するために人工衛星 D2 を打ち上げ、大気圏上層部において見事に流星群の観測に成功した。地球に再突入して洋上に無事着水した人工衛星 D2 は直ちにシーマリン号に回収され、その観測結果の分析が開始された。その頃、一人の生物学者がジュネーブの国際学会から帰国した。小宮です。一体どういうわけで私を？その説明をさせていただく前に紹介したい人がいるんですが、宇宙生物研究所の松本君です。はじめまして、松本陽子です。先生と同じ分野の仕事をさせていただいてます。そうですか。しかし SF の三崎隊員です。この二人で博士のお世話を。ちょっと待ってください、雲野さん。一体どういうわけで私を？私は高等菌類、つまりキノコの研究家ですよ。それがどういうわけでこんなところへ？すいません、ちょっとこれご覧になってください。何ですか？回収した流星観測衛星の表面から発見された菌糸状生物です。じゃあ宇宙から来た？そうです。我々としてはこの生物が例のジャコビル流星群から人工衛星に移植したのではないかと思っています。もしそうだとすると、この生物の生態を早急に、しかも秘密裏に調査したいんです。なぜ秘密裏に？水島、スライド頼む。はい。これは極秘事項になってますが、1970年ある場所に落下した隕石に付着していた禁止生物のために数十人の人々が倒れたという事実があります。幸いこの時は適切な処置で被害を最小限に抑えることができました。一時はその一帯の人々がパニックに襲われました。我々としては再びあのような惨事を引き起こすことは絶対にできないです。なるほど。それ以来いかなる宇宙生物も地球へ持ち込むことはできないんです。すでに衛星の方は完全に殺菌してありますので、生きているのはそれだけです。それじゃあこの生物も？博士と松本君にこの生物の研究を3日間だけしていただき、その後直ちに殺菌する予定です。まあ、3日間では詳しい研究は無理でしょうが。確かにこの生物はキノコ類の菌糸によく似ている。これが宇宙から来たとすると大変な発見だな。わかりました、引き受けましょう。うまくいけばこの菌糸から宇宙生物が育つかもしれない。さあ、そこまではどうでしょうか？不可能だというのかね。その世から直ちに小宮博士と松本助手は謎の宇宙生物の研究に着手した。
一体何を栄養源にしたらいいのかしら。どうぞ。地球上では生育しないんじゃないですか。そんなはずはないわ。地球の空気の中でもちゃんと生きてるんですもの。菌糸が残らないよう完全殺菌してください。伊作君。はい。部屋の温度が落ちてきましたね。ボイラー係のやつ寝てるんじゃありませんか。あ、ちょっと見てみましょう。おじさん、おじさん、お、これどうも。強っかり眠っちまって、すいません、私がやりますか。頼んだよ。朝方は冷えるからね。よろしく。それから数時間後。美咲君。はい。とっても寒いの。暖房装置故障したのかしら。なんだ、やっこさん。しょうがないな。おじさん、どうしたんです。きのこ。するとあの時、培養液が僕の体のどこかに付着していて、それがあの重油のトランクだ。待てよ。するとあの菌糸状の生物は重油を栄養源にして成長したことに。あ、おじさん大丈夫ですか。その宇宙生物を僕の研究室に移そう。いや、ちょっと待ってください。今海野たちが来ます。それまで待ってください。研究する時間はあと2日しかないん。幸い彼の被害も大したことはない。すぐ移そう。あれだ、おそらくその宇宙生物は重油というよりも石油そのものを栄養源にしているんだ。小宮博士、ボイラー室の宇宙生物は我々の手で消滅させました。美咲、君の不注意で大変なことになるところだったんだ。もし宇宙生物がもっと大きくなっていたら我々の手に負えなかったかもしれない。 SF の隊員として君は責任を果たしたとは言えないぞ。博士、宇宙生物が人間に害を与えることが分かった以上、実験は直ちに中止しなければなりません。するとここにある菌糸も直ちに殺菌します。水島、千葉。はい、はい、博士、私も生物学者の一人です。非常に残念ですが。分かっています。諦めましょう。それではこれで。あ、どうも。美咲。はい、どうも。あ、君も出てった方が良さそうだね。いえ、ここは私の研究室です。宇宙生物の研究は私にとって何より大切な。小宮先生、私はまだ諦めません。実験を続けます。続けるだけの自信があるのかね。あります。ほう、どんな。すでに禁止生物は死滅してるんだよ。
し、別な場所に禁止の一部を取っておいたんです。成功しましたね、うん、やっぱりこの宇宙生物は石油を吸い上げる能力を持ってんだ。見てごらん、砂の底にある石油にまで根を伸ばしてるじゃないか。傘が波打ってます。この生物には運動器官があるんですね。この傘の中に石油を蓄えてる。こいつは自分の力で石油のある場所を見つける能力があるらしい。素晴らしいわ、動く宇宙キノコだなんて。うん、交代で休もう。君少し休みなさい。先生お先にどうぞ。君も頑張るね。この実験で君の博士号は確実だよ。じゃあ先に休ませてもらう。何か変化が起きたら叩き起こしてくれたまえ。はい、うん、松本君をやったとは限らないじゃないか。疲れて倒れたのか。とにかく一刻も早くここを出なくちゃ。博士は石油を使ってあの宇宙生物を培養した形跡があるな。松本君の死因は高圧の電流によるショック死と似てるそうです。小宮博士は実験を続けたい一心でその宇宙生物を持ち出して逃げてるんじゃありませんかね、うん、よし緊急手配だ。はい隊長。うん、松本さんは実験の過程で例の禁止生物はポリドーム液には弱いのではないかと言ってます。我々としてはいかなる宇宙生物も地球へ持ち込むことはできないんです。しかし殺すことはないと。
ップだ。どうも変だな。ガソリンもエンジンオイルも全然ないぞ。宇宙生物は大量の石油を栄養源として巨大化した。宇宙生物キノクラゲスとして運の隊長は直ちにマリン軍の出撃を命令した。すいません、隊長、奴は洋上に向かっています。シーマリンを出動させてください。よし、西島、松本横の残したレポートの中のホリドーム液の効果は、禁止生物の組織を破壊することは確かです。しかしキノコ状になったあの巨大な宇宙生物に通用するかどうか分かりません。うん、一応それを持っていこう。マリちゃん、行くぞ。はい。タンカーの石油を。これじゃ攻撃できませんよ。こちらマリン号、こちらマリン号、シーマリン号応答願います。シーマリンだ。しばらく攻撃は中止しろ。タンカーの乗員を救助してから総攻撃を開始する。雲野さん、レーザー光線が効かなかった時はホリドーム液を対空砲の弾頭に仕込んで撃ち込んでみましょうか。うん、すぐ準備してくれ。隊長、タンカーの乗員は全員救助されました。よし、攻撃開始だ。マリン号員が全機攻撃を開始しろ。了解。よし、行くぞ。あれだけの攻撃を受けてもびくともしないぞ。危ない。なんとか機種を上げてみます。ダメだ。急ぎ脱出だ。脱出するんだ。千葉さん、先に降下してください。バカ！隊員として君は責任を果たしたとは言えないと。
よ。岬はどうしました？大丈夫か？はおい、手当てしてね。はい、さあこちらへ。いや大丈夫だ。前期に伝える。引き続き岬の捜索に当たってくれ。徹底的に捜索するんだ。堀同盟駅の準備完了しました。うん、マリちゃん現在地はポイント S 地域18さん。よし、射程距離まで移動する。ファイヤーマンのエネルギーはあと1分で突き落としている。距離203、方位12度。よし、来た。こうして恐怖の宇宙生物は消滅した。しかしこれからもまた地球はあらゆる危険にさらされるだろう。 SAF の隊員とファイヤーマンはそれらのあらゆる危険から地球を守るために戦い続けるのだ。君たちは知ってるね、カプセルモンソー。高橋君も友達みたいに可愛がってた。ところがある日怪物になってしまったのさ。毒ガスを吹く怪物に。ファイヤーマンは毒ガスに苦しみながらも必死に戦うんだ。さあ来週も恐怖のミクロ怪獣をみんなで見よう。